怪しくない。かきくけコッティあったあったイエイコッティです。はい、本日はメンソーレということでバカにしてる。なんでメンソーレな沖縄にやってまいりました。あ、メンソーレイエイメンソーレということで本日はこちらの海ぶどうを食しながら私への偏見こちらを募集いたしましたので、横にいるちょっとあの怪しい方なんかいらっしゃるんですけれども、あ、お願いします、こちらじゃないです、こちらですあんたじゃないです、あちらです。こちらの怪しい方は MJ をさせていただいておりますマネージャーです。どうぞ。アップダンアップダンイエーイマネージャーです。何それ挨拶だよ。あ、すごい、うん、マネージャーに挨拶ある人初めて見た。あ、違うよ、真似しただけでしょ。そのアップダップダそんなやってた。やってたよ。あったあった、イエイコッティです。マネージャーとこちらにもケッケもいらっしゃるんですけれども、一本前の多分動画で上がってると思うんです。ケッケと動画が同じく仏岡間チャンネルのケッケです。おお願いしますということで、おみぶどうを食べていきます。いただきます。え、でかい。え、でかい、取りすぎ。 あげる。ありがとうえ、なんかネバネバ。わぁ、カーブがおおぼ。え、なに、え、結構ネバネバね、なんで。いただきます。こちらで。めっちゃ辛くない？海の味する。あ、そう、しょっぱい。ネバネバすぎない？なんかやばい、ね、すごいよ、とろみが。新鮮なんじゃない。虫いるんじゃない。虫、え、探そうよ。え、これじゃない。え、無理無理無理、いたん。これ何、違う、あ、茎だ。あ、びっくりした。ほんまに辛い、ちょっと待って。え、どうしよう。え、辛い、我慢しなよ。わかりました、ごめんなさい明日顔パンパンになるよ。そうだよ、もう食っちゃうよ、こんなに食べたら。死にそうで怖い、なんか。お酒飲もうよ。乾杯しよう。お酒飲もうよ。どうも。乾杯しようよ。乾杯しよう。あ、綺麗。いいわね。チアーズ。チアーズ。合ってる。合ってる。合ってる。よかった。しなこちゃんに教えてもらってる。あ、そうだよ。うちしなこちゃんのところで修行積んでる。うちも積みたい。積めるかな。積めないよ。本当。組嫌いだから。あ、そうだよ。あんた組嫌いだから。間違えちゃった。汚い。あ、でも美味しいね。美味しい美味しい。うちの唇から塩辛いかも。じゃあどうすんのこれ。食べるよ。動画でしょ。食べる。でも辛い辛い辛い。塩加減強いね。海の中に潜った気分になるもん、これ食べたら、うん、何グラムあるんだっけ。いや、600。死者購入したら1キロ。うん、そうそうそう、1キロ、約1キロ。なんか臓器悪くないっす、うん、ね。うちがさ、前にエビ見つけた。うん、それでねえ、そうね、まつげすごいマジすごいんだよ。ちゃんと見せたことある、みんなに。ないない。これつけまじゃないんだって。あっちゃいくだよ。音鳴ってる。多分鳴ってると思う。本当にすごい。本当重そう。ううん、つけまより全然軽い。マスカラはじゃしてなくて、うん、やば早く偏見言いなよ。偏見言っていきます。結構来てる。ありがとうね、あんたたち。え、何が。あんたじゃないよ。あ、カメラの前のみんなだった。ありがとうね。なんか癖になるこの塩加減。そう、うん、変わった人とか好きだから。そう、うん、変だね。そうなの、うん、あんたも大概変だけど。あんたたちが知らない強制ちゃんのこと全部喋ってやろうか爪の間に挟まったゴミ食ってそうねえ、何を見てそう思ったわけ。確かに、つけまに乗ってるゴミとかも食ってそうこんだけつけまなんかだったらさ、うん、花粉なりなんなりつくやん。見えないじゃん、花粉は。食べないよ、ついたとしても。じゃあ爪の隙間を食べるわけないじゃん。え、マネージャーはどう思いますか。私が食べてそうに思いましたか。なんだよ、いつもボリボリやってんじゃん。やってますよくチキン食べてそう。なんかチキン食べんのうまそう。一回韓国にうちが留学行った時に、なんかチキンの食べ残しが結構すごかったみたいで、めっちゃ怒られたの、韓国おばばに。で、直した。爪のせいで毎回鼻ほじるのミスってそう。鼻血出ちゃうタイプ。鼻血は強すぎる。鼻ほじれないの実際のところ。あ、そうなの。え、本当にほじれない。どうしてんの。
鼻噛むんだよ。片付け苦手そう。それはそう。じゃ嫌い。この前掃除して2年前のグミ出てきたし、トカゲも出てきた。なんか田舎なんでしょ。ね、田舎って言わないで。だって新宅が田舎って言ってた。駅地だった。田舎じゃないよ、取引あるもん。あ、そうなんだ、うん、友人駅なら都会なんじゃない。4つくらい改札口あるよ。あ、じゃあいいじゃん、豪華じゃん。そうじゃん、豪華だよ、ね、今はパリピだけど昔は陰キャ。実際のところどう思いますか、私と接してて。陰キャっぽい。根は陰キャっぽい、うん、どうなんやろ。なんかいじめられすぎて頭おかしくなっちゃったみたいな。反動、うん、うん。本当いじめられたことはない。仲間外れとかはある。されてそう。されたことある。その時どう思ったの。え、なんか悲しい。なんかパシリとかされてそう。されたことないよ。わかんないじゃん。ないって。写真とかないの。え、昔の、うん、昔ちっちゃい頃の写真あるよ。学生の時で、中学校の時とかがいい。高校の時の写真ある。趣味なんだっけ、縄跳び。趣味縄跳び。あ、でも二重跳びできないでしょ。うれしいじゃん。これ高校生。ねえ、すごい。なんかあのジュリエットのメンバーって感じ。そう、いそういそういそう。ねえ、いるよね、うん、いそういそう。どうしようもなくって感じ。でも変わんないね。本当歯並び変わったでしょ。でも目とかやってんのかと思った。整形とか。あ、整形やってるよ。え、やってんの。やってるやってる。知らんかった。でも前から結構ブリブリな目してんね。決めすぎ。ねえ、薬やってるみたいなさ。結構さ、今日初めてなんですけど、うん、強制ちゃんに会うの。会うまで絶対なんか決めてる方かなと思って。シシビネちゃん、あの事務所の方なんか、あのもっといいホテル用意してください。本当十分、めっちゃいいホテル。あ、本当ですか、うん、だってベッドあるし。え、どんなホテル泊まってきたの。なんか気持ち悪くなってきた。塩分過多、塩分過多つもり。目からビームです。うちのこと決めてると思ってる。なんか瞳孔開いてる。マジショッパー。塩分肩たたき券。元気してんの。誰 YouTube 見たら分かるだろ。そうだ、元気だよ、十分。しんどい、この体勢。なんかむくみそう。ねえ、バンツ見えそう。最低。普通の食事も高いところに置いて食べてそう。テーブルの距離感が ASMR と一緒みたいな。でも結構家の机高い。結構この距離感で食べたい。 うちも結構それかも。うん、嫌だ。え、なんで。嫌だ。だってさ、すぐに口運べるじゃん。そう。いい、全然苦じゃない。だってなんか猫背になりそうじゃない。こう、そうそうそう、猫背になるじゃん。あと首もシワになるし、うん、そうだよ。あと顔もたるむし。いいことない。いいことないよ、うん、食べづらくないこうやって。ちょうどいいじゃん、ちょうどいい、ちょうどいい。美人すぎ。ねえ。すごいじゃん。イエーイ。やめてよ。じゃあケケから意見言うね。えいよ。裏風俗やってそう。さっきからさ、ずっと言うけどさ、それ。やめて、やめてください。そんなことないんです、本当に。スカンタードのカラコン食べてそう。揚げ物だと思ってるじゃん。もったいないもんね。もったいないとかいう問題じゃないでしょ。あとなんか、うん、変なとこケチそう。あ、それはそうかも。え、なんでわかったの。すごいじゃん。なんか京都の人だし。関西の人ってさ、めっちゃケチか、変なとこケチかじゃない。え、MJ さんは関西の方なんですか。僕は関西です。MJ さんはケチですか。どうだろう、ケチかも。ケチなんや。ケチなんや。ケチ、そうやな。自分一人の時はケチかも。こう、遊んでる時にさ、ケチ言いたくないじゃん。あー、そういう、カッコつけたい。カッコつけたい、ね。結局も貧乏だけど、貧乏って思われたくないから。貧乏だよ、マジで。稼いでんじゃん。うん、これ久々のご飯。夜中真っ暗な部屋で足抱えて瞬きもしないで一点見つめてそう。あー、わかる。病んでるじゃん。病んでるじゃん。こういうタイプってマジで病んでるんだって。病んでないよ。一日付き合ってほしい、うちに。動画で送ってじゃん。こうやってなってるかもしれない。そう、真っ暗な部屋で。そうだよ。めっちゃ怖いじゃん。病んでそうだなって思ったことあります、今までで。正直、うん、病んではない。病む時はあると思う。まあ、それは人間だから、うん、でも波ちょっと激しそう。イラチって言ってたし。そう、だいぶイラチ。何イラチって。すぐイライラしちゃうの。感じたことはないけど、ね、出さないです、大人なんで人前では。あ、すごい。なんかねねちゃんみたいな人形殴るみたいな。おパンチウサギじゃん。おパンチウサギぶん殴ってる、多分。仕事一つ減っちゃった。違うよ、そんなことしないよ。エレベーターがすぐ開いてほしいとか、そういうことです。よかったね。ありがとうございます。以上ですかね。マネージャーからなんか私についてありますか。ずっとさ連絡取ってるから、うん、偏見もクソもない。でも分かんないじゃん、見えないところがありますからね、うん、なんか行くときうるさそうとか。私に対して下ネタ感じたことありますか。いや、人間として気になる。なんか性癖どんなんなのかなとか。性癖ノーマルじゃないねって、うん、絶対ノーマルじゃないと思う。本当になんか自分のマウスピース相手に貼ったりとか。全然そんなことしないよ。普通眼球舐め合ったりとか。え、
最低。やばいかも。今はしない、今はしないよ。何今はしないよ。過去過去。え、本当に？え、本当に本当に。え、昔してた。眼球舐め合うって何？え、どういうこと？だから、え、飲めるの普通に。え、本当に？うん。そんな感じでした。ということで、ありがとうございます。ケンケさんもありがとうございます。ありがとうございました。塩辛いのペット食べさせてすいません。ねえ、かなか。ごめんなさい。塩分、片桐入り。最低。ありがとうございました。戻ってきた。ということで、今日も動画を見てくれてありがとう。来週も見てね。高評価、チャンネル登録、コメントも毎日読んでるので、コメントもよろしくお願いします。で、誰のどだったの？え、うちらだよ。なんかさ、さっきから喉鳴るよね。お腹すいたの？あ、お腹の音？あ、そっか。あ、そうなん。食べよう、なんか。じゃあばー！塩分肩こり。One, two, three, four.